わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで今日はですね、ショップにファンガードついに来ました。まあ、今月はね、このサイバースキンがね、どんどん出てくるということでね、まあ、あとはビーとチャーリーが残ってるのかな。はい、そこら辺が多分残ってるんですけど、でこのスキンね、あのスペシャルオファーとして言ってて、カタログには載っていないです。はい、カタログには載っていないんですけど、一応ね、このサイバーブロスタっていう枠に、このおそらくね、この3日、まあ、4日後か、4日後ぐらいに乗ります。はい、だからスペシャルオファーだけど、セールではない、限定でもないっていう形になってます。で、このね、限定カスタマイズアイテムって書いてあるんですけど、これね、どういうことかっていうと、結局このスキンを買ったらついてくるよっていう、普通には買えないけどこのスキンを買ったらついてきますよっていうだけなので、惑わされないでください。はい、だからカタログに載ってるやつを買ってもこいつはついてくるんでね。はい、そこはもう皆さんちゃんと分かった上で、買ってください。で、ちょっとね、まあ、補足というか、こちらね、モスライブ、これがね、最近売られるようになりました。で、このモスライブ以降のガチバトルのスキンは、スキン、シーズンが終わったらスキンが売られるらしいんですよ、今後。だからもう限定扱いじゃなくなりました。はい、無料で取れるか、ジュエルチップエメラルドで買うかみたいな、はい、そんな感じらしいので、まあ、限定ではなくなったなっていうお話になっております。はい、まあこれはね、ちょっと賛否両論あったんで、また動画にすると思うんですけど、今はそういう感じということです。じゃあちょっとこちら買っていきましょう。ファンガード、まあウルトラレアスキンなんでね、 190KM ということで、でも結構ね、これいいよね、かっこいい。で、ピンズ、スプレー、アイコンがついてくるという感じです。じゃあちょっとね、つけていきますか。あれ、これだっけ？あれ？これか。これなんだこれ？あ、これあるか。ラリロリか。ラリロリかっこよ！はい、じゃあこれつけて、ピンズも一応変えとくと思ったら、変えない。変えない。ここだけ変えていきますわ。これね。で、ピンズに、これか。あ、動かないと。今回は動かないということで。よし、じゃあ、野良で行っていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。さあ、ソロバトルやるファンガード。ここさ、ファング、トラ上げできるん？そもそも。そもそもなんですけど。いけるかな？負けなきゃ OK。マジやめて。こいつ、こいつ許さねえ。行ってくれ、行ってくれ。やろやろやろ、こいつやろやろやろ。オッケーオッケー。まあまあ、ちょっと2個使っちゃったけど、ここ攻めるしかなくない？攻めよう攻めよう。行って、早くお前が行くんだよ。お前が行けや。何で行かないの？送るぞ俺。ほら、ウルトくれ。おお、オッケーオッケー。ウルトくれや。うわうわ、すんごい。すんごいな、あいつ。怒るぞ、俺。怒ってるぞ。おぉ、こいつ、ウルト溜まっちゃったら、ファングに対しての、耐性ができてしまうんで、できてしまうよね。めっちゃ食らってる、俺。いいねー。うわ、いい、行くね。あ、行った行った行った。ウルト使ってくれた。いける？いけるか？いけるのか？いけるのか？いけるのか？バズ？バズ？バズ頼む。バス頼むか、行ってくれ。はいはいはい。これ行ったら俺死ぬ。うわ、うわ、すごいこれ。うわ、すごい。これ来るよね、来る。絶対来る、絶対来る。いやー、やめてー。1。はい。ということで、じゃあ、延命ハロやっていきたいと思います。お、なんか、いい感じの編成だな、俺は。さあ、マックスファング。相手もマックスいたかな。一旦ちょっと正面狙いつつ、二人であいつを倒せたらでかい。オーケー、お疲れー。はい！オーケー。まあ、これ大事大事。これ入って右から上がろうとしてるふりをします。ウルト来るよね。ウルト来るよね。ウルト来るよね。これね。これ、振り、ワンワン、こうこうこう。まあ、あそこでウルトを使わなかった俺は、もうとても優秀すぎます。これでガジェットをね、構えさせて、急に反撃することね。まあ、使えないと。相手のサンディはガジェット1個無駄にしてよね。
おお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 お生き生きしすぎてるー。これ、これね、突っ込みたいんですよ。突っ込みたい俺がいる。うお、おお、お、貫通した、貫通した、貫通した。あ、あ、あ、いやー勝っていくー。勝っていくー。あ、俺じゃない。はい、ということで、もう一回夢班行きたいと思います。強そう。サージがね、多いんよ。誰かがサージが強いって動画めっちゃ出してるからさ、多いんよね。ミッド俺だぜ、これ。逆にいいの俺で。俺でいいのまであるよ、これ。痛い。痛い、ちょ、休憩、休憩しよう、休憩しよう。一旦休憩しよう。多分、一旦休憩。うわ、すごい。無理、サファリパーク。真ん中入ろう、真ん中。オッケー、サージミット。そう、サージミットはもう、でかいよ、これ。これ、おう、おう、おう。おうよ、おうよ。リコ強いなぁ、マジで。うわぁやったわ、全員やったわ俺。全員やらしてもらいました。一旦そのおちょくるの最高だけど、おちょくんないでさ、一旦回復しよう。おちょくんないで一旦回復しよう。うわ、サージもなんかいいねー。あ、あ、そう、死ぬんちゃう、絶対死ぬ。おぉ、お、なんかマスター買っていくー。うわ、これ気持ち、レッツゴー。はい、ということでソロ行きます。はい、もう特に話すことはありません。まあ、最後にね、あのこのスキンの評価やるんですけど、ちょっとね、ソロどうなんっていう話ですよね、皆さん。だけど俺は行くよ、やっぱりちょっとやりたいんで。最近やりたいことをやっていくのが YouTuber。 そこでためなさいよ。怖いからさ。いけ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 。うわ、もうシェリー売ると思っちゃってて、俺。うわ、怖い。もういつでもやられるよ、俺、多分これ。いつでもこれ、やられるよ、これ。怖いよー。怖ー。猫怖ー。いや、こういうこと？え、こういうことか。はい、ということで、やっぱりエメラルドハントやっていきましょう。ソロはちょっとクソだったんでね。まあ、ファングが弱いだけだね。さっき罰で結構勝てたんで。サーチでも勝てたと。さあ、これみんなで一緒に真ん中行こう。真ん中行こう。オッケーオッケー、真ん中行って。サイドリコでしょ？サイドリコなんて蹴散らすから俺が。任せてくれ。うん、無理。帰る。無理だと判断したらすぐ帰りましょう。見たとタラはさすがに分が悪いんで、俺がね。ちょ、行きますよ、ちゃんと。任せて、それは。オッケーオッケー。一旦ね。これはこうやって、ナイスカバーしてあげて、これウルト打ってくるんで、全部避けましょう。いい感じ、タラがウルト溜まってますね。さすがっすね、これは。サージにはもうウルトを一生溜めさせないで、やりましょうね。えぐい！もうガンガン溜める気満々やん、こいつ。パンパンや！溜める気パンパンやん！うまっ！うめえ、なんか。ベルうまっ。余裕勝てんじゃん、これ。パーティー組んでるみたい、これ。パーティー組んでますね。組んでますね。まあ、おそらくここまで試合見てる人いないと思うんでね。で、これで、ね。これで、ね、俺が倒させ、あれ？あ、靴で倒したのか。ボーナススニーカー発動したいなと思っていたんですけどね。やっぱエメハンが至高。エメハンが至高です。こんなに簡単に勝てるなんて、ちょっと味方が強かったな、シンプル。アイテム俺。はい、ということで、ファンガード最終評価やっていきたいと思います。今回もこんな感じで、
20点満点で点数つけていきたいと思います。まあ勝手につけてるんでね、みんなと違うとこあると思うんですけども、よかったら参考にしてください。ということでやっていきましょう。まず見た目から。見た目は5段階中4点でございます。はい、かなりいい、とてもいい部類ですね。まあファングの原型はあるけど、まあ見た目全然違う、誰みたいな、俺そういうスキンがね結構好きなんで、はい、っていうのがあって、4点にしました。3点か4点で悩んだ時に、まあ4点かなみたいな基準がそこなんでね。はい、ということで次エフェクト。エフェクトは7段階中5点でございます。はい、シンプルにいいということでね。まあ7点がハイパーチャージスキン、あのゴジラバズみたいなで、6点がハイパーチャージ中に、なんかできるか、あとキビエフェクトが入ってるかなんですけど、キビエフェクトはまずないで、ハイパーチャージ中にスキンのその変わるかっていうとも別に変わらないですね。はい、っていうので7、6はないと。で5点です。まあシンプルにこの通常攻撃のこのエフェクトがめちゃくちゃいい、すごくね、これ結構弾でかく見えるから結構当てやすいんですよね。はい、っていうのもあって、まあウルトはね、そう考えたらまあ微妙っすね。なんも良くない、うん、はい、ただ本当通常攻撃が一番いいっていうのがあって5点にしました。じゃあ次レア度。レア度は3段階中1点でございます。はい、カタログにしっかり今後も乗るということでね。ただこれウルトラレアスキンなんでジェルチップで買えません。はい、買えないので、まあ、そこはちょっと悩みどころだよね。ファングのスキン欲しいけど、まあ、うん、いいのないかなみたいな考えた時に、でもちょっと難しいね、これジェルチップで買えたらすごい、うん、いいスキンだったんですけど、エメラルドで買うほどかって言われたらね、ちょっと悩むね。うん、すごい悩みどころですこれは。まあ、というのもあって、レア度1点でございます。はい。まあ、優先しなくても OK。いつでも買えるから。っていう感じで考えておいてください。次、音。音は3段階中2点でございます。はい。通常と一緒でした。ボイスチェンジなし。じゃあ、ラスト、使い勝手。使い勝手は2段階中2点ということで、何かしら良さがある。その良さはこの通常攻撃ですね。当てやすい、すごい。なんか当てやすさとか考えるんだったら、このファングのスキンは結構おすすめですね。うん。エメラルドで買う価値は結構ある。使い勝手がいいのでね。うん。ただ見た目で言うと、俺結構やっぱ緑牛ファングとか、あの白いね、熱血ファングとか結構好きなんですよ。いやーでもこっちいいなー。なんかファング感なくて。うん。結構使いやすかったもんな。通常攻撃当てやすくて。はい。はい。ということで、以上ですね。合計が、見た目が4点、エフェクト5点、レア度1点、音2点、使い勝手2点、合計20点中14点でございます。おめでとうございます。まあ、カタログに載るレア度全然ないスキンの中では結構高得点かなと思います。まあ正直何かしら使いやすいとこがあるっていう時点で、あの、解読かなとは思うんですけど、まあエメラルドかかってくるので、あんまエメラルド使えないよって人は、まあ一旦置いといて、いつでも買えるんでね。プラス、やっぱそのファングをあんま使わないって方はね、本当に買う必要がないので、自分がね、好きな、スキンに、エメラルドは使ってください。本当そこらね、めちゃくちゃ使いやすい。めちゃくちゃ使いやすいんですけど、ジュエルチップで買えないってとこが、あんたハイパーレアスキンでいいや。そう、ウルトラになるとね、何があるかっていうとね、その、ただプロフィールアイコンがもらえたりするだけなんですよ。いらなくないか、これ。別にダサかったし。別にダサい。ちょっと、日本語おかしいけど、別にダサいです。はい。なので、まあ、エメラルドで買う価値があるかって言われたら、まあ、微妙なラインですね。だったら、ジュエルチップで買えるスキンを、ファングの買ってね。で、エメラルドでなんか他の買ってね。アイコンがちょっと微妙でした。プロフィールアイコンが。はい。ということで、まあ、優先して買うべきではないスキン。ただ、使いやすい。っていう感じでした。はい。ということで、そこはね、皆さん、自分たち決めてください。じゃあ、終わりましょう。皆さん。それでまた、バイ。